自分は紅白戦はよく出てますね、はい、最近もよくランダムで出てるんですけど、おお、はい、ランダムで出るとはもうやり込んでますね。ランダムすごい好きなんで。なんでズネさんが負けたら謝罪なんですか。僕は何があっても謝る。何があってもそういう感じなんで。何があってもってやめて。イベントやって、まあ今回はとりあえず当たり障りなくうまくやったかなと思っても、はいはいはい、謝れって言われるんで、何かすいませんでしたって、ね、何か足りないよねってなっちゃうんですよ。始まる前からね。始まる前から、まあ、ちょっと謝罪。なんか面白いですね。おお、潰れた。今日は結構先方と大将で見ますけど。先方とか中堅の方が強いっていうのは、その、大将に置いた時に火力が、発動コンボが意外に減らないんですよ。完全画面端とかだったらそこそこ減るんですけど、はい、運びとかだとかなり威力が下がっちゃうんで、対象に置く、はいはい、にしてはちょっと低いかなっていうのが。じゃあ本当先方向け。そうですね、あの相手のゲージないうちに、あの奈落が多分食らったかもしれないと思うんですけど、はいはいはい、終わってるんで。終わってますね。ゲージあるとやっぱ逃げられちゃうけど、おお、うまっ。あの禁止ヒット確認ちょっと早めにやんなきゃいけないから怖いですね。確かにその辺は難しいですよね。ぜひね、この2人の対戦オフでも見たいなっていう組み合わせですよね、これは。色は若干変わりましたね、彼と。しかし白くも。あ、ダッシュしない。あ、ちょっと、安い。お互い、安いです。お互いびっくりした感じですよ。おぉ、早いなぁ。コメントにラグがあるので。さすがに湧いてますけど、あの禁止ヒット確認、あれ見た目いいっすよね。見た目いいんですよね。あれやるだけでなんか職人っぽさが出るんで、はい、実際にはそんな難しくないんですけど。あ、そうなんですか。そう、これなんですよ。これですか。これえぐいっすね。私ね、スラガードして、あー、ちょっと画面が変なのになった。ちょっと対戦あるあるか、これも。ちょっとなんかスローかかってましたね。そうっすね、確かに。たまになりますんで。あ、上行ったし。なんでだ。なんで上行った。上行ってしまった。新しい動き。これは。これ。あー、ドライブがないっていうのはきついな。ここはどうにかして。今の状況って、はい、あのパンダさん側がフルドライブ溜まってて、はい、ズネさん側がドライブが溜まってないじゃないですか。はいはい、っていう状況は。もしお互いが触り合ったら、ズネさん側だけドライブが溜まることになるんですよ。あ、はいはいはい、だからパンダさん的にはもうガードすらあんまりしたくない状況なんですね。っていうのがありますね。ゲージは離れてひたすら空振っても溜められるけど、ドライブはやっぱ接触がないと溜められないので、はい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 、どうしても欲しいときは触りに行かなきゃいけないですけど、そこの読み合いとかもすごい重要ですね。そこまで考えてやったことね。まあまあ、メインじゃないですよ。いやいや、でもこれはすごいな。どっちを使うかの優先順位とかも結構決まってきますよね。はい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 。じゃあそれはすごいな。そこまで考えてるんだ。ただ逆に、今の状況でズネさんがフルドラあって、はいはい、パンダさん側がもしなかったら、ズネさん側は下手したらもう先に死んだ方がいいっていう。あ、相手にドライブ貯められるぐらいならっていう、はい、じゃあこれ自害コマンドあったらもう 即自害しますね。いったー。じゃあこれ2試合ですか。はい、はい、ネット対戦だと1-1でしたけども、オフでまた見たいもんね。最後の試合はゲージ管理すごいな。ゲージ管理は何でしょうね。我々自分のことを言うのはあれですけど、この2人はかなり気使ってる方ですね、はいはい、そうですね、この業界というか、まあ、このゲームてか、まあそれイコール強さみたいなところありますよね、このゲームは。かなりうまい管理を。ただまあ、そのゲージに気を使うにしても方針の違いちょっとあって、あ、僕はあの最終ラウンドを一番重視して戦うんですけど、はいはいはい、イジムさんなんかはそのラウンドに勝たなければ意味がない。どうやって炎を出すんですか、これ。これセレクター。なので僕はフルコン、その状況のフルコンを決めれば殺せるのに、あえて殺さないっていうのが僕は結構ある方なんです、はいはいはい、彼は目の前にまず勝たないと生きてれば何かあるっていうふうに考える方なんで、どっちかっていうと。逆に相手に銃でも残すと
死ぬ可能性があるとかを考えるから、きっちり殺したいかなっていう、はいはいはい、そういう違いは結構人によってあったりしますね、はい、面白そうですね。それみんな意見違う可能性も全然あり得るってことですね。それは面白いな。まあ、ちょっとゲージが食らっても溜まっちゃうっていうのは良くも悪くもなところは、はい、まあ、どうしてもあるんですけど、従来こんなのなかったんで、はい、なんでコンボ決めたのに逆にフルコンで返されるんだっていう、まあ、のはあるんですけど、まあ、でも戦略としては結構面白い部分があるんで、はい、これはこれでっていう感じですね。動画生からしたら本当お互いコンボポコポコ決めるの見るの、まあ、見栄えはいいですよね。見栄えは相当いいですけど、やってる側としてはまあ確かに溜まったもんじゃないですよね。逆転要素が増えちゃうのを1、2ゲージ管理で抑えるっていう感じですもんね。対象戦始まった時に最初に飛び込み入ってフルコン決めて、相手の体力9割減らしてまだ相手生きてるってなった場合は、相手が大体それのコンボを食らったことによってフルゲージになってるので、はいはいはい、逆に自分が危なくなるっていう、はい、さっきは即死コン狙えない状況だったのに、こっちはコンボ決めたら即死コン狙えるようになっちまったよ。ああ、じゃあもう意味ないってことですよね。その殺しきれないならその発動コンまでいかないっていう、うん、選択も必要になりますんでね。KOF ぐらいですよね。ここまでゲージを気にしないといけないというか、ゲージ管理もプレイヤーのなんか大事なポイントになっているというか、はい、だから今度からまあ大会なり、うん、はい、動画なり見る機会があるようでしたら、ゲージどういう風に使ってるかっていうと、はいはいはい、あえてここでフルコンというか、うん、ゲージいっぱい入ってないなっていうのには何か意味があるんじゃないかなって見てみると、より楽しめるんじゃないかなと。普通にやったことない人が見てたら、なんで今のフルコンやんないんだろうとか、なってる人多分いますよね。まあ単純に判断ミスでやってない可能性もまあなくはないんですけど、戦略的にやってないっていう場合も、意図的にやってないっていう場合もあるんですよね。あ、やっぱこの状態ですか。これで倒せないけど、それでやっちゃって相手のゲージが2本だったのが4本になってるっていう、この状態ですよね。まああと、時間による体力回復がでかすぎるんですよ、このゲーム。あー、はい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 。だから、42秒までは300回復するんで、はい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 、一番最初に、例えば空手の EX 流行を当てて360減らしても、はい、その後すぐ空手が死んじゃったら、結局300分回復されちゃうから、開幕にゲージ使う意味はあんまりないみたいな、はいはいはい、とかすごいありますね。最初は時間稼ぎをして、あー結構時間経った、じゃあそろそろコンボにゲージ使っていいかなっていう。3-on-3 なんで、はい、ある意味捨てラウンドみたいなのが結構出るんですよ。あ、このキャラでこのラウンド勝たなくてもいい、はいはい、勝たない代わりに相手側を疲れさせようみたいな、試合ラウンドを長引かして、まあ、相手側がこのラウンドを、まあ、リードされてる側って優勢なまんまそのラウンドを終わらせたいじゃないですか、はいはい、倒しちゃったりして、その過程で、なんでしょう、ゲージを払わなきゃいけなくなったりするんですよね、うんうん、でもできれば次のラウンドまだあるんだからゲージは使いたくない、使いたくないけど目の前のやつ殺すにはゲージを使わなきゃいけないかもしれない、その状態を長く続けることによって、まあ、相手側としてはだん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 きつくなってくるんですよね、うん、あ、じゃあもう画面なんだろう、そのなんて言ったんですか、その時間も見てプレッシャーを感じてる、はい、感じたりもするってことですね。あ、そうですね、はい、じゃただ下がってるように見えて、はい、時間調節を してるのを妨害したくて無理やり体力化で移動してる側が無理に攻めて体力食らっちゃうとか、はい、ありますね。30秒を境に250と150になっちゃうんで、はいはいはい、その31秒2秒の読み合いは熱いっすね。ああ、なるほど、30秒が近くなってくると動きが激しかったりするんですね、はい、やばいな、戦略性がすごいな。時間すらもお互いの読み合いに入っているという。あとこのゲーム1カウント長くなったのもあるんですけどね、本当に粘るとき露骨に粘んないといけないんですね、はい、昔は1カウント50フレだったんですけど、まあ、90フレになりまして、この意外と42カウントまでが遠いんですよ。はいはいはい。あ、じゃあ逃げ回ってる側は本当に最後気抜いて、なんだろう、ガードを怠ったりすると、はい、すげえ体力回復されたりとかするってことですね。うわ、きつそう。ここ崩しやばいっすよね。いやちょっと待って、壊しとか。かなり使ってる。42と30付近は熱いとこ、ちゃんと分かってる方も見てますね。まあ、その付近で、
ゲージをたくさん使ってでも相手殺しちゃうみたいな、はい、テンポの速いコンボです。あっていうこともありますね。コンボ選択までも時間を気にしたコンボをしている可能性すら、はい、結構画面足のお手玉コンボとか、ね、はい、結局ゲージあんま使わずに殺せるコンボがあったとしても、はい、ゲージ使ってさっさと殺しちゃうっていう、はい、体力回復の方が大事だっていう場合もあります。はいはいはい、うわー、なんか早く大会とかまた見直したくなりましたね。これはすごいな。結構このゲーム、この13独自の部分もあると思うんですけど、はい、結構その画面を見るポイントというか対戦する上で気をつけなきゃいけないポイントとかが他のゲームと結構違うんですよね。あ、そうですね。ここまで気にするゲームはなかなかないんじゃないですかね。対空とかの考え方も結構他のゲームと違ったりして、はいはいはい、なんでしょうね、このゲームは対空しようと思ってするゲームなんですよね。他のゲームって飛んできたら見てから体が勝手に的なところが多分あると思うんですよ。このゲームは対空しようと思えばちゃんと小ジャンプはやられてもできるんですけど、はいはい、しようと思ってなければ絶対にできないっていうちょうどいいゲームスピード、ジャンプの低さなんですよ。はいはい、だからどこで相手が昇竜、そのまあ対空をしようと思うのをやめるかっていうところが駆け引きの一つになってるんですね。ああ、はいはいはい、こいつ今昇竜モードに入ってねえなっていうふうに思った場合は飛べるんですよ。はい、で昇竜モードに入ってんなと思ったら別の行動をすると、横押しをすると、うん、はいはい、このゲームでもそういう部分あると思うんですけど、それがすごい顕著に出るんですよ。はい、ジャンプ早いですからね。ジャンプ早いんで、ジャンプ早い、やっぱ早いけど出せなくもないっていうところがね、これカズノがこれもうさ入手してないとかちょっとやめてもらえますかね。ちょっとだからその負け方に納得もいきそうですね。そしたらこのゲーム今のなんか、まぐれ対空したとか全然なさそうな、まあ、対空はそうですね。しかも無敵技のリスクリターンとか結構無敵技打つ側の方が一生いっぱいでした。お、いいですね。みんな平和な形で争いなく、はいはい、じゃあレッド対戦はこの辺で、はい、そうですね、はい、あ、もう2時回ってんすか。そうっすね、まあ始まるのが遅かったんで。どうします、なんか1回2時に、あ、いや、まあでも続けて、まあ多分2人対戦はやっぱ一番目玉だと思うんで。あ、別に大丈夫ですか。交流、はい、ネームをもらおうとか。ちょっとここさん、あざした、はい、じゃあ部屋入れてもらって、とこれもこれでルームから対処です、はい、で、もう1回戻ってもらって、じゃあ2人対戦し、オフラインで対戦してもらっても別に、ね、風の子さんとやってもいいですか。いや、すいませんけど、ちょっと壊されるつもりは全くないんで、僕は本当、昨日すごい本当にヒリ入ったんで、じゃあなんかまあ、必死に時戸さんに修復してもらうのかなりのプレー。スタートボタンって どこでやるんですかね。スタートボタン、これですね。でもこれ、あ、ここでやるんですね。これはスタートボタンです。はぁ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 、すごい。じゃあなんかまあ、はい、いろんな普段見れなさそうなキャラで。そうですね、とりあえず最初は2人とも使いたいキャラで、はいはい、あ、ホーさんありがとうございました。戻してます、戻してます。あー、出た、やった。決定キャンセル逆です。あの、壊れるとこ早く見たいとかですけど、僕は見せたくないんで、別に。僕は見せたくないんで。僕はね、この2人とやったら、バッキバキにされる自信があります。ランダムでもいいし、うん、まあでもさっき結構いろんなキャラ使ったんですけどね。そうですね。どうだろう、見たいキャラ。見たいキャラ待ちますか、じゃあ。まあ、これは無限大ですからね、時間、はい、余裕ありますからね。見たいキャラ、はい、どうですかね。いや、しょうがないよ、かなれる側を廃止してもいい。いや、僕はね、ちょっとね、まあ、昨日壊されたみたいですからね。いや、昨日は前壊されましたね。何戦ぐらいやったの。いや、20戦やって1回勝ったぐらいですね。あとはチンが倒せなくて、中継のチンで12回ぐらいして、はい、あれチンが倒せませんね。アッシュアテナテリー、いいっすね。マチュアデュオロン、レオナ、レオナ、アッシュとか長いコンボとか、ね、どう分担するかっていう問題があるけど、アッシュ使っちゃう。アッシュいいっすね。レオナチェンも見たいし、アッテナとキング、デュオロンとシーズンエビリオンですね。あと何だったっけ、サイキも見たいって言うんですね。ケリー、結局みんな出てくるっていうね。どのキャラも確かに
ボコられる果樹。さて、どうしたかな、みんななんか先方とか向きのキャラになっちゃった。確かに。対戦が始まる前に、じゃあ鈴木亜美勢さん、はい、ファンメンバーの方々、ズネさん、マリちゃん、お疲れ様です。はい、最近 KO13 の SE で最近新規さんが増えてきたと個人的に思うのですが、ゲーセンでできる環境が徐々に減っています。このことについてはどう思われるでしょうか。自分的には熱帯でも対戦できますが、やはりラグがない状態かつゲーセンで相手が見えるところで対戦することが本当の醍醐味だと思ってます。また KOF13 が海外でも評価されるようになってきたので、プレイモアにプレッシャーをお出しします。先ほどは対戦ありがとうございました。はい、先ほど対戦した方ですね。はい、そうですね、ゲーセンで対戦できる環境が徐々に減って、でも最初はね、基盤が本当に少なくて、はいはい、今はネシカが入って相当助かりましたけど、どうですか、やっぱゲーセンで対戦するのはどうですか、楽しいのか。あ、自分はやっぱゲーセン大好きですよ。です、はい、まあ、僕もゲーセン育ちなんで、はいはい、ゲーセンが一番ですけど、まあ、やっぱりなんでしょうね、ゲーセンは勝ってる側が正義みたいになっちゃうところがどうしてもあって、お金かかりますから。あ、そうですね、はい、お金が、はい、その意味で少しなんでしょうね、ハードルが高いというか、ゲーセン行ってやろう、についてやろうってなる方が、まあ、その初中級者には多くないっていうのが実情なんですよね。それはそうです、間違いないですね。競争ゲーセン作ろうとかなってますけど、それでもそれ凄まじいですよ。あの、出資してくれるなら出資してくれる。確かに死んだか、俺死んでください。まあ、やっぱゲーセンで、でもやっぱりそのバーサスとかで定期的に競技の大会のイベントをやってくれるっていうのは本当にありがたい話だし、むしろみんなそこに協力して、なんだろう、盛り上がっていければゲーセンでやる環境も増えるかもしれないですからね。その辺は、まあ、そのみんなで集まって対戦をしていれば、はい、自然とそのメンバーでゲーセンに行ってみようかっていう流れもできると思うんだ。はいはいはい、だからちょっとずつちょっとずつゲーセンへのその抵抗みたいなのをなくしていければいいのかなと。あ、なるほど。何もないところからいきなりゲーセン来いよっていうのはちょっと苦しいと思うんですよね。確かに、確かにそうっすね、いきなりはちょっとハードル高いですよね。やっぱ新規の人は増えてきてるんですかね、最近増えてきたという。いや、増えてると思いますね。うん、わー、うまい。いや、ゼネさんのおかげです。いや、まあ、ゼネさんがいろいろ家庭用交流会っていうのをゼネさん定期的にやってまして、はい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 、まあ、あの会議室みたいなところを借りて、それにから来て始めるっていう人がもう本当にすっげー多くて、それに来るのがやっぱあの生放送とかでゼネさんの配信、はいはいはい、まあ、KOF 以外の配信とかもよくやってるんですけど、はい、そういうのを見て KOF に興味持って、まあ、来たみたいな人が本当すごい多くて、これはすごい地道な活動が、なんだろう、実を結んでるというか。実を結びましたね。なんか勢いで発動しちゃったけどスーパー安いっていう、この状況を痛いの多分できねえなと思って流れ重視のコンボにしちゃったもん、これ、はい、あ、モニター持参してるんですか。あ、そうですね、あ、モニター持ってきてくださる方もいらっしゃいますし、はいはいはい、僕も4つ持ってるんで。4つ、4つ持ってて、はい、4つ持ってるんで、うちから運び出してやってます。マジか、4つは大変だな。これはちょっと位置が厳しいんじゃ。4つ持ってってんだ。あ、ガーケンやる気ないんですよ、レオナ。すごいな、それ。4つはめんどいぞ。4つはいろんな格ゲーのイベント見てますけど、4つ持ってくのはめんどいですね、かなり。絶対どうしよう。あいー、やべ、バクテかられた。お互いピンチ、厳しい。
打ち上げにも森田さんって書いてある。これは本当に、まあ、みんなで打ち上げに行くんですけど、はい、僕片付け終わってから行くんで、はいはいはい、モニター持ってきてくださる方って結構片付けとか、はいはいはい、そういうのを最後まで残ってやってくださる方が多くて、はいはいはい、じゃあ飲みに行くぞってなると、みんなモニターとか本体持ってるんですよ。ああ、はい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 。モニターを持ってる10人以上の集団が居酒屋に入ってくるんですよ。はい、で店員さんからは、家電オフですかって言われてるんですよね。何の集まりですかって周りのお客さんに聞かれて。確かに、異常ですね、その空間。何でもします？何でもします？いいっすね。そう2時半までやって、メインキャラで、何試合やりましょうか。別に何本でも、まあ。何試合やった方がいいかな。まあ、その時考えますか。割と、その場の流れで。そう、その場の流れで。はい、確かに家電オフっていう日本語が存在してるのか。いや確かに意味が分かんない。意味が分かんないですよね。みんなでなんか家電持ち寄ってこれどうだ俺の自慢の一品だぞとかやるんですかね。この家電マジやべえっつって。もう今回のあの人の家電すごかったよねとかそういう話をするんですかね。飲み会では。いやそれ異常な集団っすね。確かに。いやーでもそれほどでも苦しい苦しい。うわマジか。で対戦会をするっていうのはすごい。出た。すごい大変なことですよねやっぱり。野球興味ある人は、うん、ズネさんの対戦会ってやっぱ教えてもらったりするのが一番。あでも自分も行くんですけど、はい、やっぱ面白いですね。いろんな人いて、普段ゲーセンに来てない人とかもいて。いろんな人と対戦して、まあなんか先生的なこともやって、ちょっと教えたりもしてるんで、録画して、それをみんなで見ながら、そのやり込み勢というか、まあ、上級者が見ながら、はい、こうするともっと良くなるよみたいなのを本人に、はいはいはい、まあ言うっていう、教えるっていうのをやってます。教えてくれる人でも たくさんいるのはすごいありがたいですね。しかもトッププレイヤーの人が教えてくれるとか。ちょっときついのこれ。おー、ガンされた。うわ、すごいな。みんなぜひ行ってほしいですね。初心者の人もやっぱり、ね、ああ、いらっしゃいますね。はい。全然いますよね。これは、始めようと思ってる人はじゃあ、本当に。ああ、これちょっとこの中段難しい。俺もな、競争って呼んじゃってるな。ズネさんの、ズネさんの。いや、呼びやすいんすよ。いや、確かに呼びやすい。やめてくださいよ。確かに、確かに全然呼びやすいです。はい。ここで定着するのはちょっと。危ないですね。これは危ないです。これはかなり危ないです。定着したことでしょうね。しかし、すでに。なんか、その場で、ランダムで相方決めて、軽く大会みたいなのとかも。へ、いいっすね、はい。知り合いもすごい増えそうですし。まあ、そこで知り合いになった人たち同士で、はい、家庭用対戦したりとか、ゲーセン行ったりとか、はいはい、結構ありますね。やっぱりその、友達がやっぱりできると、うん、やっぱり、上でより楽しいですね。よいしょ、今日はゲージがいっぱいあってもな。うわぁ、きつそ。さすがにきついですね、この後。うわぁ、無理。軽めの競争ってなる。競争損失重鎮だ。恐ろしいなぁ。あー、なるほど。コメントの中にいますかね。皆さんの対戦会行ったことあるっていう人、一人さっき いましたけど。あぶねえ、ノーブルジャンプ B。無理。ああ。なんだびっくりして、 EX のあれの半角取れるかなと思ったらEX は出なかった。いろいろあるな。交流会の年齢層は実は高校生結構来てます。え、高校生。はい。へえ。高校生の方が、まあ、なかなかお金がないということで、学生証を見せたら無料とかもやったことありますね。へえ、そんなのやってるんだ。やばいな。あ、行った人いますね。2人ぐらいいます。3人いますね、今見てる人の中に。交流会いましたという。学生さんにはただになる時もある。無理な走りでしょ。そ
それはすごいな。あ、高校さんのことじゃない、違います、高校生です。高校、あ、高校生、本当に本当に高校生ですね、はい、制服着て、まあ、制服着ては来ないですけど、はいはいはい、普段制服着てる年齢の方ですね、はいはい、なんで俺女の子いるか聞く、女の子いるか一応聞いておきますわ、じゃあ女の子いるか聞かなきゃ、本物の女の子がいます今本物の女の子こちらの方じゃないですか、偽物も、でもいますね、偽物もいます、偽物もいます、偽物の人に教えてもらうパターンもありますよね、多分そうですね、はい、でも本物もでもちょこちょこいますね、いるんだ、でもそういう目的で行くんじゃないと対戦会、分かってるな、分かってますね、皆さん、まあまあ出会いの場所を提供してるわけではないんで、そうゲームを楽しまないんで、ゲームを楽しむ場所を提供してるわけであって、まあ、出会いの場を提供してる、マリちゃんにはそういう目的でいや来たら別に終わりますよ、大丈夫ですか大丈夫ですか、来た来た時マジで来た時やばいですよマジで来た時それちょっと面白そうだから僕が見たいマジで来た時それ一番怖いの俺ですよね、できないですよマジでこれやばいよよし、行くかもね大会もやったりするの確かにいいですね、まあ台数が多いんで、はいはい、やっぱり普段やれない形式でゲームセンターではやれない形式でやれるっていうのが個人的には結構大きいと思うんですよね、はいはいはい、6台進行とかができるんで、あ、はいはいはい、初級級者の方々に総当たり戦とかを結構やっていただけるんですよ、あ、いいですね、ゲームセンターだとどうしても、まあ、2台3台使うっていうのは限界になっちゃって、はいはい、総当たりとかやってるとちょっと時間、何時間かかるんだよっていうようなものも、あ、結構すんなり気楽にやれるんで、1回負けてすぐ終わりっていうことじゃないですもんね、はい、そうだったらやっぱり1回負けてすぐ終わっちゃうからゲーセンの大会はちょっとっていう方多いんで、そうですね、うん、楽しむ前に終わっちゃったりしますもんね、はい、あとはくじ運悪いと、あ、今日来たのにもう終わったみたいなのも、あ、ね、まあ、あり得るんで、どうしても、うん、いや、ホモは絶対ないっすね、わかんないっすけどね、わかんないっすけどね、ちょっと、はい、そう、出会いの目的で来るのはやめてくださいね、それは、はい、さすがにね、マリちゃんで乗ってくるような人はちょっとね、そうですね、むしろ、ね、そう、参加できないまでありますよね、さすがに、マリちゃん狙いで入ってくる人は。そこはちょっとズネさんに止めていただいて、そうズネさんに全力で止めていただいて、マリちゃんいますか、マリちゃんいますかって来られたらさすがのズネさんも止めたら終えないですよね、うわさあそうですね、お便りは質問系はなくなっちゃったかな、お便りは、うん、動きが重いお名前がチェキさん、ズネさん、イチムさん、カズノコさん、こんばんは、私は KOF 動画勢ですが KCE ゴッツともに配信は欠かさず楽しませてもらってます。今回の配信がきっかけで双方のコミュニティが交流を交わす可能性はあるでしょうか。あとこの後の裏顔でお三方によるシセプリ2配信を楽しみにしています。これは、これはズネさんがシセプリ配信、まあシスプリをリスラさんからいただきまして、はい、どんなゲームなんだろうってやってみたら、はい、すごいぶっ飛んでまして、はいはいはい、やってたらなんか僕のコミュニティでなんか人気が出ちゃったんですよ、はい、で、まあ、なんかシスプリ早くやれ早くやれって言われるようになりまして、はいはいはい、でまあまあ盛り上がるならやってもいいかってことでやってましたら、はい、まあ、その先ほど話題に上がったツイッターの、はい、まあ、よく宣伝をしてくださるフィリアスさん、はいはい、もうデューンのフェイバリットゲームといって宣伝するようになりまして、まあそういう扱いなんですね。シスプリってなんかの略ですか。まあ、シスタープリンセスってやつで、はい、なんか12人の妹がいるっていう、まあ、謎のゲームなんですけど、12人の妹、はい、んなわけねえだろっていう設定のゲームなんですけどあ、ギャルゲーってことですか。あ、まあ、そうです、そうです。ああ、そういうことか。ああ、それをズネさんが お気に入りにされてしまったんです。お気に入りされてしまったんですね。決して自分がお気に入りというわけではないですね。はい、全然そんなことないんですけど、はいはい、それはやばい。いつかはエンジェルかな、これ一回やったらやれやれくんだろう、まあ、ルートがちょっと違ったらいい。基本的にズネさんのコミュニティは、はい、KOF 以外はクソゲーをやるという、はい、ああ、はいはいはい、進んで、はいはい、本当に意味のわからないゲームってあるじゃないですか、なんか、はい、なんか中古屋とかに10本でいくらみたいな、はいはい、
はいはい、そういうのをちゃんとクリアするまでやるっていう。あ、クリアするまでやるんですか。しっかりやってます、ね、まあクリアしないでやめたゲームはないのかな、やるって決めてからは、はいはい、それはすごいな、すごい強いチームになったとこっち、はい、確かにガンダムなのに。まああのなんでしょうね、僕は生放送やるんだったらその名作とかよりも変なゲーム、変なゲームって失礼ですけど、変なゲームの方がわざわざ見る価値があるのかなと思ってましてはい、はい、名作の場合はその自分でやった方が面白いっていうのは結構あると思うんですけど、はいはいはい、まあ、変なゲームだと自分では絶対やらねえよっていうのは、まあまあ、世の中には存在するんで、はいはいはい、そういうゲームを扱っていこうかなと思ってやってます。なるほど、まあ、非日常というかそういうやつをうわいやーそれは面白そうだな。でもあーごめんなさい、出たよく、ね、そうですね、今回の配信がきっかけで双方のコミュニティが交流を交わせたらいいですね。うまくやれ、うまくお互いが協力できたらいいなと思いますね。絶対のノリで浮き上がった瞬間にボタン押しちゃった。ああ、なるほど。バックステップだった。はい。クラーク、クラークじゃない。ナルフっすね。ナルフあんま見ないっすよね。ナルフは自分一押しのジャックキャラっす。クラークは見るんですけどね。一押しって言わない。確かに一押しだよ。クラークは結構強いんですけど。はいはい、ナルフはちょっと苦しいんですよね。まあ駒投げも強そうには見えないしな。このまあそうですね、今井さんに任せとくと話が進まない可能性もありそうですけど、まあいろいろ忙しいみたいなんです最近。はい、苦しいなこれ。こっちの方がキャラがね、そのナイス、テリー強キャラっす。テリーを侮っている。テリーはいけます。日本人のテリーを侮っている。これテリーか、全然違わないで。ミスってー、ミスって、うーん、厳しいな、ね、かっこいいな、ね、このコンボ。アイデアっす。安い。アルゼンチンって何だ。いいね、あれ中段30で殺した。なるほど、熱海って忙しいもんな。おい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 、まあそうですけど。いやー、ダーク強すぎる。あーちょっと届いた。届くのあれ。なげーこも。うわー繋がんだ。キーさんも寝てるからちょっとコミュニティの宣伝とか言われる。キムさんのテリーマジで強いよなって。あ、テリー使ってるの。なんかあの声優さんと間違えて言ってんのかなって一瞬思っちゃったんだけど、そういうわけじゃないのかな。あー、そっか、声優さんか。声優さんもいます。声優さんもそうですよね、結構やってますもんね。声優さんは、はいはい、結構しっかりやってますよね。こっち強いキャラがすごい出るんだけど、それ強いキャラですかね。まあ、左のキャラが、左は強いですけど。あ、左か。でも総合的に俺の方がキャラ強くないですか。あんまり否めないかもしれないそうですね、この試合終わったらじゃあメインまあちょっとで試合かやってもらって、はい、おお、あ、これ足じゃないか。出た、死にそうになった。あれ結構バッケるときあの技っすよね。ありますね、下でです。あ、ギリギリゲージたまんなかったな。出すぎだろ。対空が出る声優じゃなくて。しょうがないよ。あ、うわー、この技。あー、間に合わなかった。おー、かっこいい。かっこよく使ったけど、あんまり意味がない。かっこいいよ。
くよ。うわあ、激しい読み合い。いいですね。こういろんなキャラ見れるのいいですね。いや、やっぱりこうゴッツガーデンのメンバーで配信してるときはね、チーム固定ですからね。さすがに固定ですからね。うわあ、めくるんだ。クーラーもジャンプ緩いですか？割と緩いですけど。軌道緩いけどそこそこ速いですね。そこそこ速いです、ね。はい。ああ、そうですね。家庭用の大会って発動ボタンとかやっぱ作ってるんですかね、同時に。もう、そこは別に。はい。あんまり制限はないですね。まあ、ネシカ版、ゲームセンターの方でも、発動じゃないですけど、同時押しボタンっていうのが、搭載されましたんで。あ、そうなんですか。はい。あの、最初にボタンの配置をセレクトできるんですけど、はいはいはい、それが2種類から5種類かな、はい、それぐらいになったんですね。へぇあ、じゃあ困んないんだね、ゲームセンター。このゲーム本当に同情し猶予厳しいですからね。いや厳しいですよ、ね、無駄に。なんでか分かんないけど、共犯月間出た時の悲しさやばかったっすよ。いやー、キムはそれで死ぬことが多すぎて自分はちょっとやめましたね。対象戦で出ないでフルコン食らって死ぬとすごい悲しいから。あれで共犯月間出ちゃって、うーわっつって、ほんとキムとか言ってると、はい、そのキャラ使って文句言うんじゃないですか。確かに確かに、すいませんとか何も。これは飛燕気がどかったな。さすがの空手も厳しいものが、どうゲージ使うかすごい悩ましいですね。これだってゲージ4本あってもうマックスするだけだ。どっかでゲージ吐かないとゲージがもったいないまでありますね。おお、ちょっとしてこのゲージ管理の読み合いがまた熱いんでしょうね。頼まれた。やった。死なない。いや、いいし。遅く出してきた。で、これで空手がゲージマックスで、はい、最後かなり。空手ゲージマックスでそんなに脅威かっていうと怪しいんですけどね。ちょっと怪しいですけどね。あ、そこ爪よりとかだったらもう相当なんですけど。あ、一発で倒せちゃうぐらいで。なるほど。完璧と言ったところかな。うわ、うわ、今の出せれば確定してたよな。うわ、あの技強いですよね。ハイライゼーから明日のヒロイキハイいつってコメントが、明日の日本時間の15時ですかね。15時からです。誰か英語で伝えておいてください。日本時間で15時からです。うまい。あー、EX オルチャーに出したんだけど。あ、そっちなんだ。なこれしかないじゃん、一回使ったけど。しかもそれを通してるっていう。終わった。いやー、ちょっと。ここでメインキャラを。じゃあメインキャラお願いします。これコア使った方がいいですかね、これやっぱり。いやー、どっちでもいいと思いますよ。まあでもそのメイン使い分ける人もいますよね。使い分けてて、はい、僕は、はい、全然その空手はなんかお互い被る可能性があるから、まあフォアに、はい、まあいろんなチームでも全然大丈夫。え、空手使っ、本気ですよね今。まあそうですね。メインキャラ変わったりとかしますよ。ああ、でも俺すごいふわふわしてましたね。あ、キムとこれチェンウーがこれに入って、はいはいはい、結構炎有利は確定だったんですけど、はいはい、他のがなかなか順番とか決められず、うん、ただバイスは中堅が一番適正なんですけど、はいはいはい、自分の中では、はい、でもすごい手に馴染むんで、で空手も中堅の自分はもう最強なんじゃないかって思ってるんで、じゃあバイス対象にしてやってみようかなって言ったら、まあ意外に頑張れるんで。なるほどなるほど、空手が適正すぎるってことですよね、うん、お、英語でこのひろゆき杯の時間を書いてくれてる人ありがとうございます。助かります。英語喋れる勢が2人ほどいらっしゃいます。壊しが先行が強体よりといういい組み合わせですね。ダメ、ケフらしいですよね。デュラっぽいですよね。この2人あっ、ほっ、よしよし、わー、
炎よりやっぱり先方でよく見ますけど、先方に欲しい性能が全部揃ってますね、こいつは。これ最強候補、いや最強っすね、最強最強最強で、まあね、いいですよね。もう今の言い回し最高に面白かったですけど、最強候補ですかねって、いや最強っすね、否めないですね、否定できない、基本的に全て揃ってますもんね、全てが高性能みたいな感じですよね。うわー、ついて、おー、かっこいいかっこいい、おー投げ、おー、あれは五分ですか、ガードさん。あー、フォア有利、2フレとか3フレぐらいは、あのガードのさせ方によりますけど、はい、ガードさせ方が良かったですね。で、自分体力少ないから、はい、当たればドラビキャンセル使って減らせるかなっていう感じの勝利ですね。なるほど、これが常に変わりそうだな。リキチさんとは会ったことないですね、さすがに会う機会ないと思いますけど。うわー、キズネーってしまった。これやべえな、ほら難しいコンボ。おー、かっこいい。このキャラ多分全キャラ中一番火力が、あ、そうなんですね、減りますね。あのすごい変なとこからコパンでスライディング刺さって、はい、そこから9割とか珍しくないんで、9割か、9割やばいな。そういうところを評価して使ってる感じですね。あ、なるほど。京都よりと組ませると、はい、フォアの浮きっぷりが激しいんですけど、はい、まあ、キャラ強いんで、まあ、いいかなと。あ、大丈夫だ。おに、なんかめくれてる？これは、まあ、大事故なんですけど。あれ、なんか先手半、先手になってますけど。画面端のちょい手前で技当てて画面端に行かせると隙間ができるっていう例のあれです、はい、ああ、来た来た来た、恐ろしい。普通はタッチワードしてるとめくられないんですけど、はいはい、その現象が発生した時のみめくりになるんで無理です。確かに無理ですね。その距離でガードしたことを確認して前転しなきゃいけないんですけど、あ、それは無理ですね。非常に難しい。それはもうしょうがない、しょうがない、しょうがない、しょうがないです。そのしょうがないがすごいから、まあ、使ってる感じですね。あれ、向き逆だよな、だってよくそんなキャラ使うなって言われるんですけど、だんだん使ってるうちに可愛く見えてくるんですよね。はい、でもまあトッププレイヤーはやっぱりあれですよね、そういうキャラをやっぱ対策しとかないとダメってこともありますね。うわ、立ち火に確定してんだけど、おお、垂直いやー、うーん、さすがに炎より対策でも完璧ですね、プレイヤー。炎より倒せないと始まらない。確かに、あ、確かに。しかも一番最初に出てくるから対戦しないはずがないですもんね。かぶせてない、おー、ガード硬い、うん、遠めでしっかり、遠めでしっかり、暴れの外から。このゲームダウン回避すると通常投げがリバーサルで出せるようになるんですよ。あ、はいはいはい、普通のダウンは起き上がってすぐは通常投げ出せないんですけど、はいはい、まあ、今のあえてダウン回避にちょっと追いついたけど密着までいかない、通常投げが成立しない間合いで、はいはいはい、そこから壊し刻んだんで、はいはいはい、まあ、通常投げ狙ってた僕にはしっかり刺さったって感じです。なるほど、読み合いが、読める展開早いな。これはきつそう。うわぁ、4年ぶりぐらい見せましたね。このゲーム出てから4年経ってね。まあでも環境がやっぱ違いますからね、いつものやってる環境と。アビコンも多分こういうタイプのやつ、まあまあフルスクリーンじゃないっていうのもそうありますね。いろいろやっぱありますよね、環境が違うんですよね。あー、やばいやばい、ゲージ回収が
買いすぎかな、大丈夫かな。おお、最速でやったね。面白いな、使い方がいろんなバリエーションがあって、あの見た目に抵抗なければフォア結構おすすめなんで見た目に抵抗なければ、はい、まあ、すごく面白いキャラだと思うんですよ、はい、確かにちょっとかっこいいとは思わないキャラクターではあります。かっこよく見えてくると思うんですけどねそんなことないんですかね。いや、これはちょっとなんというんですかね。おお、空手出たの2011年だろ、発動と4年前じゃねえだろみたいな。確かに次にするのが4年後と考えれば、あ、そうか、今ので発動いかなかったところが、そうですね、ゲージ管理ってことですね。なるほど、フォアの寿命はもう短いんだ、あの状況は。なるほど、うお、ガードスティール、うわー、でも安いけどゲージを回収されている。いや、いつかリスクがすごい、お互いの一発のリターンが、あー見えない、やっぱ見えないもんなんすね、あれは厳しいっすね、やはり色のせいで同キャラみたいですね。あー、確かに、あ、確かに結構このゲームどのキャラなのか混乱させるようなカラーがあるんで、ありますよね、色バリエーションめちゃめちゃ、どうしよう、